近畿大学の西門から徒歩2分ぐらいですかね、716と書いて七色と読む油そば専門店が誕生しました。油そばってね、こんな感じ、混ぜて食べるんですよ。そこからよくね、しっかり混ぜて食べてください。これ撮影しながらなんで右手だけで混ぜてますが、まあ、通常はね、あのレンゲとかも使って両手でかき混ぜて食べるもんですね。よし、だいぶ混ざってきた。ほれほれ、もうだいぶね食べ頃になってきましたよ。これでちょっと食べてね、お酢を入れることをお勧めします。お酢で味がねマイルドになってきますんで、ちょっとずつ調節しながら。油そばの醍醐味は最後に入れるこれ、このご飯も無料でついてきます。追い飯とかちょい飯とか言いますけどね。カウンター席が中心ですが、この背後にね、テーブルもたくさんあります。調味料と張り紙が印象的ですね。実は2軒隣のつけ麺いろはのセカンドブランド店なんです。ここつけ麺屋さんが油そば始めるっていう面白い試みなんで、ぜひ皆さん行ってください。